こんにちはジゴンですということで今回はがっつりとトークをやっていきたいと思いますテーマとしては今巷で話題の談合と不正の話していきたいと思いますこれ系の話題わざわざ取り扱う必要はないかなとは思うんですけど現状はっきりさせておきたいしこれについて発言できる人限られると思うんでしっかりとこのチャンネルで扱っていこうかなっていうそんな判断をしました長年コナミ運営が黙殺してきた事実なのかなと思うのでしっかりとここははっきりさせておきます今回特定の誰かをね攻撃するつもりはありませんのでご理解ください あくまで現状の状況そして運営が対応すべき点というのを話していきます一応私イーフト界隈にそこまで親しい方とか仲のいいプレイヤーはいません忖度抜きで知ってることをそのまま話します SNS 旧ツイッターですけど中心は DM でやり取りする方とか絡みのある方は何人かいますただプライベートで連絡を取り合う人だったり遊んだりする人もいませんし昔からの一匹狼スタイルです仲のいい人といえば一応学生時代のね友人 A はいるんですけど そこそこ実力ありますけど、基本エンジョイ勢なんで、世界を目指すところのプレイヤーではないんで、今回の件も関与してません。プラス、公言してる通り、アカウントをね、私たくさん持っていて、アプリ4つ、プレステバは6つ、不正に利用したことはありません。あくまでゲーム攻略派、情報発信に活用する目的で使用しています。試合もすることほぼないです。うち8つのアカウントはディビジョン10です。不正で勝ち上がっても決勝大会で恥さらすの嫌なんで、まあ、やるつもりもないんですけど、ほとんど動かしてないアカウントです。今回誰もかうつもりも、おとしめるつもりもないですので、 私の知り得る部分の話とこれからの梅が対応すべき点を話していきますまずことが大きくなった発端は先週末に行われていたミランを使ったクラブ別の E フットボールチャンピオンシップのラウンド3オンライン予選でのことですねそこで行われていたのが明らかな得失点数の異常な光景20試合で争うんですけど平均10点以上取るような計算の総得点を稼いでいるプレイヤーがうちゃうちゃいました実はこれ日本を含むアジアサーバー以外でも多発してます今回日本の誰かがとか そういういいところでではないんですよ。予選終了後運営調査のもと不正があったプレイヤーが失格処分となってランキンキグから除外されました。正直今回のような出来事これが初めてではなくて毎回このような予選があるとき、異常な得点者が何人か現れるんですけど、まあ、今回処分を受けたプレイヤーが近年世界王者になったプレイヤーだったり日本代表になっていた方だったり国体の代表にも選ばれた経験のあるプレイヤーだったりとあまりにも有名プレイヤーだったことで事態が大きくなったようです。 実際にそのプレイヤーがどういう不正を行ったのかっていうのは発表されていないんで何ともわからないところではありますけど例えば一人がアカウントを何個も何個も作ってマッチングさせて得点稼ぎしているならまだしもそれだけではないなかなか数字として現れてこない部分もっと根深いところがあるようですちなみにそれを私が知ったのはもう5年以上前のことであれはウィレ l 2 0 1 7だったか2018だったかの頃当時マイクラブランキングを賑わせていたトキという人物がいました この人物は後に赤番されるプレイヤーで対抗でレートを上げていた人物でトキという人物に私が出会ったのはコープですねまあ実際に会ったっていうわけじゃなくてゲーム内で知り合ったっていうだけにすぎません実際に対面で会ったことはないですたまたま野良でコープをやっていた時に部屋が空いていたんで一緒にコープをしたっていうだけその時にまたやりましょうってことでプレステのフレンドになったってそんな経緯ですトキが流れて出会った当時私より低い冷凍確か750ぐらいだった時は いいつししか950を超えててチャンンピオンになっていました。私はそこまで気にしてなかったんですけどコープ仲間の一人 B が違和感を持っていたらしくて明らかに戦績が異常な伸びをしていたそうです私はその時なる人物と VC での会話中当時何かの話の流れである事実を聞いていましたそこまで勝ててすごいですね私なんてレート900の相手に結構当たってレート上がんないですよそんなの簡単よ知り合いのグループ内でマッチングずらしてやるだけなんだから はっっっききりとニュアンス合ててるか分かんんないいですけど当時これに近い回答が返ってきました今思うと彼が代行させていた人物が近くでそれを行っていたんじゃないかなと思うんですけど力のあるプレイヤーとマッチングが被らないようにすれば処率が上がるもちろんある程度の実力は必要だろうけど例えば〇〇〇○とかって言ってましたし「お前マッチング行った俺行くからマッチングすんなよ」みたいな出てくる出てくる当時からの有名人その中には現在活躍されている方もいますね当時の15はそこまでは気にしていませんでしたそんなことがあるんだなっていうぐらい 自称投資家トキはその後代行が発覚確か記憶では代行していた人が名乗り出た記憶そちらがバレてアカウントをバンされて姿を消しました VC でしか関わったことないトキなる人物おそらく金銭関連でバンされたんじゃないかなと推察してます事実は分かりませんバンされて以降話してないんでその事実とその後トキがどうなったのかも知りますそうこのトキなる人物が話した通おりオンライン予選を勝ち抜くには力のあるプレイヤーと仲良くなってマッチングがかぶらないように働きかけること まあわざわざマッチングが被るようにすることはしないまでもそこまで徹底していたとはこれに関しては今回の騒動で似た発言をされている方複数見かけたんでまあ事実かなと思います私が聞いたのはウィニングレブン2017とかだったんで少なくても7年前から当時聞いてる感覚だともう少し前からっぽかったそんな記憶なので長らく行われていそうです LINE 等で連絡し合ったりプレステのフレンドになると試合をしてるか確認できるなんか仕組みがあるんですけどもしかしたら そこであれこれが行われていたのかもしれません。そういえば去年くらいに私も某有名な方からフレンド申請を受けともしかするとこれ関連だったのかもしれないですね。まあ確かそれ、対戦した後にメッセージが来たり、あれもなんかの大会の予選だった記憶で、対戦して確かロースコアで負けたはず、プレステのメッセージで回戦の数値とか PS4 かどうかを聞かれてやり取りして、今考えると私とフレンドになってマッチングずらすためだったのかもしれないと思ったり、まあメッセージするためにフレンドになったかもしれない。 その時のメッセージで重かったそうなんで、私の場合は強いやつだから拒否したいではなくて、回線の相性かもしれない。まあ、ただ私、オンラインかどうか通知されないようにしてるんで、多分意味ないと思うんで。一般のユーザーからしてみると、ここまでの話どうでもいいやってなると思うんですけど、ここからはこれを聞いている多くのユーザー、一般のユーザーにもね、関係ある話を少々します。今回の件にも通ずる話なんです、まあ、圧倒的に影響されているのは拒否リストが未だに実装されない問題ですね。 最初プレイヤー人数の少なさで実装されないという問題もちろんこれも当然あると思うんですけど拒否リストを作ったら不正に利用されてしまうこの影響が一般ユーザーにも出てますね大会までにマッチングさせておいて拒否リストに登録そうすればマッチングしなくて済むそうすることで予選が有利になるそういえばこれも当時時は話してましたね作品が始まったら知り合いでマッチングさせて拒否してるかすかな記憶なんですけど聞いたことあるしなんとなく覚えてます 少し話は変わりますが、二大マッチング。アカウント複数所持していれば、そのアカウントとマッチングさせて大量点数稼ぎ。得点大量点数稼ぎで競うようになる、今の大会様式なので、大会を勝ち抜いて、上位進出を狙うには、15勝、20勝、勝率100%は当たり前で、そこから得失点をいかに伸ばせるか、そちらを競う新たな戦いになっている。これするなら正直 AI 相手に何点取れるかで競ったらいいんじゃないかなと思ったりもします。平等にやれるし、回線環境も必要ないし、 一番いい人を決められれるかもしれない冗談はさておいてただたまにいる真面目に最後まで頑張るプレイヤー点差つけても切断しないプレイヤーあとは放置民もいるそんなプレイヤーとの差が見分けつくかどうか分かんないんですよ放置してるのか点差をつけても頑張るプレイヤーなのかはたまたオウンゴールも繰り返すようなプレイヤーなのかそんなプレイヤーと見分けがつくのか同じアカウントと何度もマッチングしてれば判明するかもしれないですけどアカウント30個40個持ってれば ちなみに私10和持ってますけど簡単に作れます時間と手間はかかりますけど比較的簡単ですあと切断といえば切断での3対0扱いはいい加減に直すべきです、ね、得点稼いだもん勝ちの大会方式で前半10分3対0で切断成績3対0これが元気です解決するには時間と点差を考慮した得点数の仕組みが必要例えば前半45分で5対0ここで切断された場合後半45分間でも5得点できると仮定し10対0としてあげる このように切断時点で点差を考慮して残り時間から計算して出してあげればいい正直潔白証明も難しい今回不正したプレイヤーが過去は不正していませんが通用するかどうかあなたは信じれますか本人も証明できないだろう試合映像を全てクリップに残すしかない提出を拒否する残っていない場合は上の大会に出させないライブ配信に残すはいいがその配信を見てマッチングをずらす行為が起こっては意味ないので非公開でライブ配信をするか動画にしておくかそんな記録をしておくっていうのが大事 非公開にすることでマッチングを避けることはできないプラス潔白証明もできるもちろん上に上がる意思のあるものだけがやればいいしエンジョイ税とか報酬ウハウハ税はやる必要がない報酬取って撤退で OK 現状ラウンド1がツアーになっているんですけど数試合やっておけば OK っていうのがあまりにも雑ですね難易度を上げる必要ポイントを上げるのかどうかそんなところもしっかりと協議したいですしまたは大会予選開始直前2週間以内に一度も試合してないアカウントの排除をするとか 久々にやるイーフトで、車の1試合も直前にやらずに、のこのこ世界を目指すために勝ち残ってくるプレイヤーは排除対象でいいんじゃないですかね。基本勝ち上がる意思もないにもかかわらず、大会だけ出ようとするログイン率低いプレイヤーはいないはずです。この動画を上げている今週末、インテルのイベントも開催中です。今後も EJ もあるし、世界大会の予選も続く。またこのようなことにならないために対策そろそろ取るべき。いや、だいぶ遅いですね。好みの社員になった。 このイーフト界隈にいいたた方いましたよね聞き取りすれば正直に答えてくれるだろうそれを怠ったのかあるいは事実を目殺したのか大会終わって失格者続出させてクリーンな運営になるのか今一度考える時期だけど遅いですねここから今できるところ考えていきましょうまずはユーザー側で考えると本当ライブ配信か動画で非公開にして残しておくこれは潔白証明に使えばいいし、まあ、必要なければそれはそれでいいしそして大会中は連絡を取らないこれは無理だな プレステのフレラン見る見ないとか連絡を取り合わないとかもうこちらでは何もできそいつの意思次第そして運営側にもね改善点かなりあるでしょう予選方式いつまで同じ方法でやってきたんですかこれは落ち度いつまでも大量得点取ったもん勝ち予選それがしたいなら AI 戦ポチポチでいい改善1大会予選方式変更15試合から20試合になんか変更された記憶あるんですけど大きく変わってません動かせ何年も同じ仕組みでやっている変化したのは作品名だけ 大会を開くならそれなりのコストを割くべき。大会賞金より運営にかけろ。ちなみに私はこんなに大会開いてることに対しては反対民です。何も改善せずに大会だけ開いて不正されまくりの次の大会も同じ仕組み。e スポーツが不正しても e スポーツになっている。ドーピング OK のオリンピック。八百長ありのワールドカップ。見たくないですね。そして二つ目は不正プレイヤーの今後一切の大会出場を認めない。一度不正したものはもう二度としないなんて通用しません。再犯の可能性あります。 その可能性は結構高いいんじゃないですかねそこは運営判断に任せますけど現在違反者は大会参加の停止失格にはなるんですけど赤番とか永久追放は規約に入ってないのでリスクがあまりにも低すぎます不正して勝ち上がってバレなきゃセーフだしバレても失格になるだけで次の大会があるこの規制じゃ不正プレイヤーが減りませんやりたい放題できる規約破綻しとる抜け道がスッカスカそして3つ目は得点差試合時間を加味した得点記録切断だけじゃなくてギブアップもつけてあげられるんで そうしてげた方がいいいのかなとは思いますねそして4つ目は大会参加条件ですね大会直前にしっかり試合をしているログインをしているツアーのラウンド1のハードルを上げる今回いろいろ考えてみる中で私が出した意見はこんなところ何か意見改善案とかあればコメントに書いてくださいそして好みに教えてあげてください太陽の遅い運営さんなのでイーフットボール2024中は変化難しいでしょうね EJ もあるし世界大会もこのままです というか今回の件もなんとなくでそのまま流されそうなんですけど2025変化は起こるのでしょうか運営が事態を重く受け止め判決が出るまであと1年さああなたはどうしますか参加しますか現状のままなら報酬回収だけでいいですありがとうございました